皆さんどうもシュメルです。今日はですね。2021年に私がレビューした。 フラッグシップスマホの格付けをね、行っていこうと思います。まあね、一応前回ね、ミッドレンジスマホの格付けをしたんで、そのね、続きというね、感じになります。で、今年私がレビューしたフラッグシップスマホっていうのはね、こちらのラインナップになっていて、サムスン・ギャラクシー S21、iPhone 13 Pro、iPhone 13、Pixel 6、Pixel 6 Pro、そして最後ね、シャオミ i の 11T Pro の、まあこの合計6台をレビューしてきました。でね、私の格付けチェックっていうのは、まあ、性能だけを見るんじゃなくて、性能 価格の両方を見て総合力を分析した上で評価するっていうことにしているんで、まあ、この格付けチェックの内容っていうのはですね SABCD というですね、まあ、基本 B 以上の評価があれば私はねあのおすすめしますよという内容の基準になっていますんで、まあ、その辺はです、ね、理解した上で見ていただければなと思いますそれではね早速やっていきましょうじゃあまずはですねこちらギャラクシー S21 から評価していくんだけれどもまあねこれもう1年近く前にレビューしました ましたけれどもまあこれの評価はね A か B すごく迷ったんですがまあやっぱ B にします。でなんでね A は厳しいのかなっていう話をするとですねまずこの端末自体私自体ねすごく気に入っているし総合力もちゃんとね客観的に見てもめちゃくちゃ高いスマホなんだけれども。 日本のの価格がねねね高高すすすすすすすぎぎるるんんでででででよよあのドコモ版はです、ね、これ10万円もするんです、ね、ちょっとなんで,で,でかっていうとアメリカだと、まあ、799ドルで発売価格が設定されていてまあ今ね日本円の価格にしても9万1200円ぐらいなんですよねで、まあ、当時ですねもうちょっと円高だったんで当時の為替だと8万4000円ぐらいで発売されていたんですよねなので正直その8万5000円ぐらいの端末を日本では10万円近くにして売って 売ってるっていうのは正直キャリア版は価格釣り上げすぎでしょっていうねその理由で B になりますでねやっぱりねサムスンもそろそろ日本でもえシムフリー版ね出してほしいですよせっかくですね原宿にえ自社のあのショップあるんだからまあそこでねシムフリー版売ればいいと思うしあとですね価格ももうキャリア版の釣り上げた価格っていうのはもう私はねえものすごくへきしていますんでもうそろそろやめてほしいなっていうふうに正直 思いますじゃあ次はねこちら iPhone13Pro の評価をねするんだけれども iPhone13 の評価っていうのはねまあ A でもいいしでもねやっぱりめっちゃ高いので。 やっぱり B にし,ま,しょうかまああのね本当に性能だけで言えば一番性能がいいスマホだったんですよね私がレビューしたスマホの中ででもやっぱりこれね12万3,000円とアップルス r e の価格でするんでそれを考えればちょっとね高すぎる っていうのは、性能がいいのはわかるんだけれども、まずそう思うのが一点と、で、あとね、バッテリーライフね、あんま良くないんですよね。で、特に 120Hz のね、ディスプレイで使っていると、めっちゃヌルヌルでいいんだけれども、バッテリーライフ最悪になるし、あとデバイス自体ですね、めっちゃこいつ重いんで、ま、この3つがですね、 まあ、マイナス点かなっていううので b にしましまょうただね、本当にこの3点以外はですね、この端末っていうのはもう最強ですよ。あの、スピーカーとかもえげつない品質があるし、あとディスプレイ性能もね、すごくいいですし、で、カメラの特に動画性能なんかはですね、もう本当にすごい動画、簡単にね、タッチ1個で撮れちゃうんで、やっぱりその性能はものすごくいいっていうのはね、あの付け加えておきます。なので、絶対に買って損はないんだけれども、まあやっぱり価格がね、かなりね。 かなり高いんで一応ね b にしておきましょうちょっとで、ね、後で変更するかもしれませんけれども今のところ b ですねはいじゃあ次はですねこちら iphone 13のね無印版になるんだけれども無印版の評価はまあ間違いなくプロ版より私はね評価が高いんで a 以上になりますねまあ a か s か悩むんだけれども まあちょっと A にしておきましょうか後で変えるかもしれませんが、まあ、これね、えー、無印版の iPhone に関して私が毎年思うことは iPhone のラインナップの中で無印版がですねやっぱり一番あの価格と性能のバランスがまあ 高いんですよ、ね、一番いいんんでですすよよね一番なのでまあおそらくアップルもあのビジネス的にはですねプロ版よりも明らかに無印版の性能をどのようにするかっていうのに一番ねこう苦労してると思うし、えー、私はねこの iPhone13 の無印版っていうのはほぼすべてのカテゴリーでもう最高品質のものがあると思うし10万円以下のフラッグシップ機であればこいつがもう一番いい性能だと本当に思います。でねまあやっぱり無印版ということでプロ版にはないその高級機能ですね例えば 2 0 h z のリフレッシュレートであったりマクロレンズの撮影とかっていうのはできないんだけれども別にねそんなしょっちゅう使う機能じゃないし特に 120Hz のリフレッシュレートっていうのも、まあ、バッテリーをねかなり食うんで、まあ、正直ですねまあなくても全然困らない機能なんですよねなのであのいらない機能をまあいい意味で削ぎ落としているんで僕はね iPhone13 の方がプロ版よりも好きなんですねなのでまあ総合的に評価してですねまあその分あのプロ版よりも安く済む iPhone13 っていうのは、まあ、僕 評価高いんでで a 以上は確実ですねじゃあ次はねこちらピクセル6のですね評価になるんだけれどもまあピクセル6はねまあめちゃくちゃいいスマホの1台なんで A か S かで迷いますけれどもまあちょっと今のところ iPhone13 も A なんで A に置いときましょうか。 まあこれねグーグルストアで今 SIM フリー版が7万5千円ぐらいで買えるんで本当にですねあの7万5万五千円のフラッグシップ機としては今年最高クラスの1台と言っていいでしょうあの本当にですねアンドロイドスマホの中で私は今年の顔と言ってもいいぐらいかな本当に7万5千円でこいつがですねあの最高峰のカメラ性能がまあ使えるしさらに OS もね当然 GooglePixel なんで非常にいいしさらに IP68 とワイヤレス充電で まあ、75,000万円という価格帯でちゃんとこの2点をしっかり踏まえているというのはあのアドバンテージの一つかなと思いますただねこの端末の唯一にして最大の難点というのがこの指紋認証ですね指紋認証ね本当に、まあ、だいぶ良くはなりましたよあの発表時の頃に比べて であのだいぶ改善はしたんだけれどもそれでもまだまだね精度は正直いまいちですよあのギャラクシー S21 も同じようなですねあのディスプレイ指紋認証採用してるんだけれども精度はねギャラクシーの方がもう2倍以上本当に正確な精度であのロック解除できるんでこの辺がねまあ私が思う難点っていうか大きなマイナス点の一つかなというふうに思うんで A に一応ねしておきましょうじゃあ次はねピクセル6 のプロ版ですね。pixel 6 pro の評価をすると、これはね。残念ながらあんま良くないですね。まあ、正直 b か c でもいいかなっていうぐらいの印象なんだけれどもまあ、ギリギリ b かなっていう風に。 まあ思いいままますかかね、まあ、一応ギリギリリ B ととううことに今ししておきましょうか、まあなんでねこんな評価が私低いかっていうとまあレビューの時の内容をね覚えてる方ならまあそれはそうだろうなっていうふうに思うかもしれませんけれどもやっぱりね評価がかなり下がってしまう理由としてはこいつね11万7000円もするのにまあ、やっぱりね完成度低いっていうのが挙げられます。 例えばね、悪い点を代表する例としてはですね、スピーカーが、まあ、スピーカー自体はものすごくいいもの積んでるのに、その横にした時のですね、左右のバランスがすごく悪いんですね。あのメインスピーカーだけがものすごく目立ってしまうっていうあの方向性のスピーカーなんで、それも良くないですし、あとですね、ディスプレイもやっぱりちょっとね、これだけの価格の割には、まあ少し暗いなっていうふうにも思うし、あとバッテリーライフもですね、5000mAh ある割には、まあそんなに長く持た ないということでまあいろいろねちょっとこうあの完成度が低いっていうのが大きな大きな欠点になってくるんですねでねやっぱり google のことなんでピクセルのそのマイナス点っていうのはまあいずれですねあのソフトウェアのアップデートで改善されていくことはまあ、十分考えられるんだけれども現時点でのまあ評価としてはやっぱりね b が限界かなというふうに思いますじゃあ最後はですねこちらシャーミー11 t プロの評価なんだけれどもシャーミー11 t プロの評価はまあ、絶対に A はあるんですよでもね絶対に S に S はこいいつ慣れないんですね、まあ、なんで S にはなれないのかっていうとこいつねフラグシップ機なのにもかかわらずカメラ精度ねあ,まあ,あんま良くないしあとですね IP68 というようなその防塵防水性能ね高いものがないしワイヤレス充電にも対応していないんで、まあ、こういったマイナス点が3つね大きなものがあるんで S にはなれないんですよ。 ただねこの3つのマイナス点以外はですねこの端末めちゃくちゃいいものがありますしやっぱりね7万円でこれだけの性能が誇るスマホってなかなかないんですよねなので普通にですねあのいい意味で自分にとって何が必要か分かっている人特にカメラ性能俺はあんま必要ないという人にとってはこの端末はめちゃくちゃコスパの高い、まあ、理想的な一台にもそういうユーザーにはなってくるんで、まあ、僕はね評価としてはかなり高いです。 まあ最高峰のねディスプレイとかもこの端末備わっているんでまあ A はね十分妥当だと思います7万円でこれだけのいいスマホをあの作ってる企業っていうのはなかなかないんで A ですね評価ははいまあこんな感じでですね6台評価するとまあ A と B に分かれるんですがまあ正直ね特に B 群ですねギャラクシー S21iPhone13ProPixel6Pro この3台が同じっていうのはまずないですね特に iPhone13Pro と Pixel6Pro って まあ私ね比較動画出したんですけれどもまあ Pixel6 Pro 惨敗だったんでもうこれは C に格下げですねで逆にね iPhone13 Pro って B ちょっと悪すぎるかな下げすぎかなって思ったんで A にしましょうそれくらいですね iPhone13 Pro、まあ、価格高いですけれども性能抜群にいいんで まあ A にしよかな、まあ、できればこの真ん中の B プラスぐらいがいいんですけれどもまあ一応 A にしておきましょうでこうなると A が4台になるんで,で A が4台になった時に相対的に見てですよ iPhone13 と 13Pro だったら僕は iPhone13 は S ランクが妥当だと思いますあのね比較動画でも話したようにそれだけねこいつあの総合的な、えー、パワー、えー、めちゃくちゃ高いです。 パフォーマンスですねでピクセル6も、まあ、やっぱりね価格考えれば S かなあの確かにマイナス点ですね指紋認証の厄介な点はありますけれども7万5,000円で非常にレベルの高いスマホを作ってるんでまあこのね2021年の,そのトータルで考えた総合的そして相対的な、えー、勢力図で考えると。 まあ S が妥当かな。なので S は iPhone 13と、えー、Pixel 6のこの2台でいこうかなと思います。ということでですね、まあ2021年のフラグシップ機を格付けすると、まあこんな感じになりました。まあ異論はね、あるでしょうけれども、私のまあ格付け結果っていうのは、まあ、このようになっております。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。